ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツ、または、ピタヤ、は、サボテンかヒモサボテン族の三角サボテン等の果実を、指す。メキシコ、または、中南米の熱帯ウリンゲン酸。スペイン語では、ピタヤと表記するが、スペイン語の表記法では、H は発音せず、Y が、ヤ行とジャ行の中間の摩擦音になる、ジェイスもため、ピタジャ、または、ピタヤと聞こえる。また、 中米の多くの栽培現場では、ピタジャ、ピタージャと発音されるが、元来のピタハヤと発音し、ピタジャや、スペイン語では、J は、ハ行に近い発音をすると表記する地区もある。日本ではピタヤ、またはピタヤとも読み書きされる。中国語名は、カリュウカ、ピンオと。日本では、カヒが黄色いものを区別して、ピタヤ、イエローピタヤと呼んでいる場合もあるが、ピタヤは、 本来三角サボテン類の果実の総称であり、ベトナムから日本へ入り始めた頃は赤いものもピタヤと呼んでいた。現在一般的となったドラゴンフルーツという呼び方は、ベトナムから輸出する際に中国語から直訳的に英語にした販売用の品名である。アボカド程度からそれ以上の大きさと形をしており、表面にサボテン科果実特有の葉のような緑色の突起物が、 ある花碑は光沢のある鮮やかな赤色、ピンク色が代表的だが、黄色のものもある。白色、黄色、もしくは赤いゼリー状で、それぞれホワイトピタやイエローピタやレッドピタやと呼ばれる。豊富な果汁を含んでおり、一面にゴマ粒のような黒い種子がある。この種子は取り除かずに果肉ごと食べられるため、キウイフルーツと同じような食感がある。 ホワイトピタヤは、ほのかな甘みと酸味を持ち、レッドピタヤは、ホワイトピタヤより、甘くほのかな酸味を持つ。イエローピタヤは、ホワイトピタヤや、レッドピタヤよりも甘く、さっぱりとしていて酸味ない。ピンクピタヤは濃厚な甘みを持ち、一般に出回っているピタヤの中では、最も甘い。ゴールデンドラゴンは、ホワイトピタヤよりもさらに薄味と評されており、ミニドラゴンは、 ホワイトピタヤに近い味とされる。アルブミン、アントシアン、ブドウ糖、リン酸、ポリフェノール、食物繊維、カロチン、カルシウム、鉄、ビタミン B1B2、ナイアシン、ビタミン C などが含まれており、健康食品として注目されている。赤肉種に含まれる色素は、天然色素として、染料や口紅などに使われ、 衣服などにに付着するると落ちにくいのでで注意が必要であるメキシコ、エクアドルなどの中南米、ベトナム、マレーシア、カンボジアなどの東南アジア、台湾、中国南部とイスラエルなどで主に栽培されている。近年はオーストラリア、スペイン、アメリカ合衆国南部、日本などでも栽培されている。日本では一般的に味が薄い。 もしくはないと誤解されているピタヤだが、日本で流通しているもののほとんどは輸入品であり、これらは日持ちさせるために未熟化の段階で収穫され、収穫後のピタヤはほとんど追熟して、糖度を増さない果物なので、その結果として味が薄いという感想を抱くことになる。また、東南アジアでは一番流通量が多くほとんどの人が目にするのは白肉種あり、 品種改良されていない原種に近いものであったり、未熟なためか、果物というより野菜といった風味の場合がある。固定された品種できちんと木の絵で完熟させる管理と、施肥をすれば、糖度も20程度と甘くなるが、代わりに、日持ちがしなくなるために、一般市場には流通せず、そうしたものを日本で目にする機会は少ない。21世紀になって、日本においても沖縄、 奄美や九州での農業栽培がされるようになったため、栽培地周辺では、糖度が高く、完熟に近いものも食べることができるようになった。近年日本では、園芸用としてこのサボテンの人気が上がってきており、苗木は、標準和名のヒモサボテンではなく、ドラゴンフルーツという園芸名で流通している。そのため、果実だけでなくこの品種自体を示す名前として、 ドラゴンフルーツは広まり始めている。非常に競争なサボテンで、寒さに弱い点を除けば、これといって、手のかかることはない。日当たりが良く、水はけの良い土壌に植え付けるだけで、誰でも簡単に栽培できる。ただ、自由に成長させると10メートルほどにもなる、大型サボテンで、新芽も1年で1メートル以上伸びることがままあるので、狭い場所では、栽培が困難である。 サボテンであるため日光に強いという感覚を持つが、原産地などでは強すぎる太陽光を遮るような工夫もされている。日本でも温室などで栽培すると稀に日焼けを起こすことがある。等半生の植物であるため自立はしないので支柱が必要。1メートルから2メートル以上の大きさに育った株の下水した枝に花がつくので1メートルほど髪型に伸ばしたらそこから 新たに出た枝を紐で縛って、下に誘引、見た目が開いた高さのような感じになるしてやると良い。あまり伸ばしすぎると管理に支障を来すので、ある程度の大きさになったらそれ以上伸びた部分は、切り詰める。冬に8度以下になる地域では、鉢植えにして室内に取り込んでおけば、あとは断水気味に栽培すれば越冬可能。霜や雪、凍結に注意すれば枯らすことは、まずない。 農薬や化学肥料などは必要とせず、自治有機肥料をやるくらいで良い。ただ、果実を充実させるためには11月頃と3月頃に追肥してやった方が味の良いものができる。日本では果実だけを食するのが普通であるが、原産国では食用サボテンとして花、つぼみも葉肉も食べられており、捨てるところのない植物として重宝されている。 ミニドラゴンフルーツは、ドラゴンフルーツの Y 性品種として販売されているが、実際には別属のサボテンである。石化月化美人という名で販売されていることもある。成長しても20センチから40センチほどにしかならないので、比較的狭い場所でも栽培可能。栽培方法もドラゴンフルーツとさほど違いがないが、支柱は使わず、トグロを巻いたような独特な株姿を楽し。 果実は小さいものの食べることができる。日本では販売する側からして、非常に大まかな区別しかしていないために、流通しているもののほとんどは、正しい品種名が不明。実際には20種類を軽く超える品種が存在し、品種改良により、新たな品種も生まれ続けている。ピタヤ及び禁煙の属に属している、種の生態については、森林性のサボテンであり、 また、半着性の特殊なサボテンであるためあまりよく知られていなかった。そのため、沖縄県で急速に栽培面積を広げつつある、ピタヤの生態調査は急務であった。琉球大学農学部が行った実験によると、ピタヤは、CAM 型光合成植物であるが、乾燥帯に生息するサボテンよりも、高温、高湿度、そして低い温度変化で一番 CAM 性が、 認められたと記されており、これはピタヤが熱帯地方原産の種であるために森林環境下でも生息できるウに適応したものと推測されている。また、同大学が行った二酸化炭素添加実験では、特に低温下で二酸化炭素添加によるウに、酸化炭素交換速度の上昇が見られた。現在も、盛んに研究が行われていく中で、徐々にピタヤに、 最適な幸い環境が確立されてきている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。